手掌多汗症、ペンや紙が湿ってしまう、ピアノが滑って弾けない、手をつなぐことが怖い、異性の手ならなおさら。自信がなくなり自分を追い詰めて苦しむ日々、原因不明、受難の病。そこに一筋の光を差す者が現れた。30年以上もこの病に苦悩し続けてきた男、小森正弘。タオルなしには出かけられない日々、一切の他人と握手できない、孤独と苦悩。この病に打ち勝つことはできないのか。彼は戦った。そしてついに希望をつかみ取った。手汗治療プログラム、その名も SCM、 手掌多汗症の三大原因をついに発見。強制的治療と根本的治療をダブルバインドで働かせ、効率的治療法を確立。しかも治療時間は1日たった15分、3ヶ月で完治。悩める者たちを孤独を乗り越え自信を取り戻せ。もうタオルは必要ない。そして何も恐れずに異性と手がつなげる。悩める者は救世主となったのだ。すでに50人以上ものモニターを救済。その効果は絶大。近くに人がいるだけで、もう触っちゃったらどうしようと思ってドキドキしたりしてたんですけど、もう今は全然なんか自分に自信が持てたと思います。とパソコン使ってる仕事なんですけど、マウスとか使う時も今まではもう手が汗かいちゃって滑っちゃったりしてたんですけど、今はもう普通に動かせるので仕事に集中できてます。自分に自信が持てたからだと思うんですけど、好きな人にちょっと勇気出してなんか手つないで告白したら彼氏ができました。メールサポートをはじめ頼もしい特典が満載。小森氏は語る。苦しみ続けたからこそ多くの人々を救いたい、いや救えると自負しています。次に受難の病を乗り越えるのはあなただ。手汗治療プログラム SCM、 手術をしないで手汗が治る、苦難の人生が改善されるはず。詳しくはインフォトップを検索。